自転車のヘルメット着用は来月1日から年齢に関係なく努力義務となります。道警によりますと、道内では去年自転車が絡む死傷事故の人数は1200人を超えました。死亡したのは12人で、およそ6割が頭部への外傷が致命傷になったということです。一方、民間の調査では北海道のヘルメットの着用率は全国最下位の 2% となっています。努力義務のため罰則はありませんが、警察などは命を守るために着用するよう呼びかけています。